日向坂46斉藤京子、スタートルズで声優の仕事に初挑戦。完成報告の笑顔ショット公開に、京子しか勝たん、公開が待ち遠しい、の声。8月23日、日向坂46、斉藤京子がインスタグラムを更新した。斉藤は、自身のインスタグラムアカウントにて、本日は映画、ミュータント・タートルズ、ミュータント・パニックの日本語吹き替え版完成報告会見がありました。いよいよ公開日まであと1ヶ月、と、自身が吹き替え声優を務める映画についてコメントすると、広告の前で笑顔を見せてポーズを撮っている写真を公開。続けて、私は先日、皆さんより一足先に見させていただきましたが、本当に心温まる夢と笑いと感動が詰まった最高の作品でした。映画を見終わった頃にはタートルズのことが大好きになりピザが食べたくなると思います。ぜひお楽しみにしていてください。などと綴り、大きなピザと撮影した写真も掲載していた。この投稿に対し、SNS 上のファンからは、かわいい、いい、斉藤京子しか勝たん、めっちゃ楽しみ、公開が待ち遠しい、などの反響が集まっている。日向坂46メンバーとして活躍中の斉藤は、グループとしての活動に加えて、ヒコロヒーとのバラエティ番組、ヒョコロヒー、テレビ朝日系に出演している。今回触れていた映画、ミュータント・タートルズ、ミュータント・パニックでは、エイプリル・オニール役で声優に初挑戦する。